パイオニア4号は、パイオニア計画の一環として打ち上げられたスピン、安定性を持つ宇宙探査機である。月をフライバイして、飛新軌道に入り、地球の重力圏を抜け出したアメリカ合衆国の初めての探査機となった。月の放射線環境を調べるためのガイガー・ミュラー、係数間、月の写真を撮影するためのカメラなど、パイオニア3号と同様のペイロードを備え、 月の表面から6万キロメートルのところを通り過ぎたが、光電センサが起動する距離までは近づくことができなかった。月からの放射線は検出されなかった。この宇宙船は1969年の時点ではまだ太陽軌道にあった。バイオニア4号は高さ51センチメートル、底面の直径23センチメートルの円錐型をしていた。円錐は 導電性を持たせるために金で被覆された薄いグラスファイバーでできており、摂氏10度から摂氏50度の温度に耐えられるように白い縞模様の塗装が施されていた。塩水の頂点にはアンテナとして働く小さな単芯が取り付けられていた。塩水の底面には水銀電池が取り付けられ電力を供給した。リングの中央からは光電センサーが突き出している。 センサーは2枚の太陽電池からなっており、月から3万キロメートル以内に近づくと、月からの反射光によって起動し、探査機の時点により、月面からの反射光をスキャンニングすることにより、月面を撮影するように設計されていた。円水の中には、電圧供給管と2つのガイガーミューラー係数管が入っていた。質量0 5キログラムの送信機によって、 周波数 960.05MHz で 0.1W の位相変調信号が送られた。変調搬送波の電力は 0.08W で、実行放射電力は 0.18W だった。回転減速の機構は、打ち上げの10時間後に作動するように、水圧タイマーで、セットされた2本の 150cm のワイヤーの端に、巻かれた2つの 7g の重りだった。 この重り輪の重さは、重りとワイヤーを離すことで 400rpm の回転速度を 6rpm まで減速するように設計されていた。パイオニア4号はパイオニア3号と同様に、ジュノー2型ロケットで打ち上げられた。これは、エクスプローラー1号を打ち上げた、ジュノー A 型ロケットの改良型である。第一ステージ目は、アメリカ陸軍の中距離弾道ミサイルジュピターであった。 ジュピターミサイルの上に、第2、第3、第4ステージが乗せられ、パイオニア4号は、第4ステージの上に乗っていた。打ち上げが成功式道に乗ると、パイオニア4号は放射線のデータ等を地球に送信した。探査機は1959年3月4日22時25分に、月面から6万 km の位置を、時速 7230km の速度で通過した。 この距離は光電子センサーを作動させるには遠すぎた。探査機は82.5分間にわたり、65万 8000km を移動して放射線のデータを送信し、1959年3月18日1時に近日点に達した。ありがとうございます。